最悪だ。私の愚痴を聞いてもらえますか。出土した石板を魔物にバラバラに壊されてしまったんです。解読を進めていた矢先でした。古代史の謎の解明につながる歴史的な発見だったのに。壊される前の時に戻れるなら何を差し出しても惜しくない。石板を探してみる。バカを言ってはいけません。あれはもう粉々に砕けたんです。二つと存在しない貴重な品です。同じものが見つかるとは思えない。クリスタルが語る。まさかそれは壊れたはずの石板ではないですか。一体これをどこで。やはり本物に間違いない。石板はとある神話を記録したものです。コクーンの人間と古代のパルスの人々は同じ祖先から生まれた兄弟のようなものであると記されています。実際パルスの人たちは私たちとほとんど同じ言葉を話していたことが分かっているんです。我々はどこからやってきたのか。古代の謎が一つ解明に近づきました。こんな伝説があるそうだ。その昔パドラの巫女を慕う娘がいな。遺跡をうろついてる死骸を見かけたら葬ってやるのが情けかもしれんな。解放してやりたい。止めはせんよ。だが元は人間でも今は怪物だからな。逆にやられんようにしろよ。これフェンリルの花って言うんです。何百年かに一回、日食の時にだけ実をつけることが知られています。真っ暗な闇の中でだけ実を結ぶ植物。とても魅力的な研究対象なんですけど、ご覧の通り
今は花のままです。実がなるのはどれくらい先のことなんでしょうね。私が生きてるうちに手に入らないのは分かっていますけどね。え、フェンリルの実を探してきてくださるんですか？日食が起きない限り見つけるのは無理だと思いますが、心当たりが終わりなのでしょうか？クリスタルが語る。されました？フェンリルの実らしいものを見つけた。本物のようですね。信じられない。ありがとう。これでやりたかった研究ができます。フェンリルの花が光のないところで実をつける仕組みを解き明かしたいんです。ゴクーンの中ではファルシが眠りについてから薄曇りのような天気がずっと続いています。そんな中でも人の役に立つ植物を育てたいんですよ。大勢の人がコクーンを去ってしまったけど、どこかで希望の芽が生まれてるって信じたいんです。フェンリルの花が闇の中でひっそりと実を結ぶようにね。まず未来が決まり、いくつもある可能性の世界から最もつかぬことを伺いますが、昨夜不思議な光を見ませんでしたか？空から3つの光が降るのを目撃した者がいるのです。流星だと考えられますが、隕石は見つかっていません。おそらく大気中で燃え尽きたのでしょうが、それらしい物体を発見したらお知らせください。よろしく頼みます。何か発見したらお見せください。そういえば一つ気になることがあります。3つの光はそれぞれ違った色だったらしいんです。三色の流星、何やら神秘的な響きですよね。3色の結晶を見つけた？見せていただけますか？どうやら間違いなさそうです。これが流れ星の正体でしたか。まったく不可思議なこともあるものです。何が不思議かって？いえ、実は古代の記録を調べていて驚くべき記述を見つけたんですよ。記録にはこうありました。ある時パドラの巫女は夜空に3度の祈祷を捧げ予言した。祈りは3つの星となり未来の空に降るだろうと。予言には星の色も記されていました。あなた方が持ってきた3つの石と全く同じ色です。とても偶然とは思えないでしょう。お持ちください。巫女の祈りには守りの力があったそうです。きっと未来への贈り物ですよ。